そうだね。さあ持ってって。なんか青いやついますね。ですよね。ね、ヤマメではないですよね。ですよね。でも色完全違いますよね。すげえですよ、見てもらおう。あ、そうなんだ。ああ、こっち見えるんだね。おお。このキャッチアンドリリース協力区間がなくなって、完全なキャッチアンドリリース区間に変更になったんですね。場所は水牛橋。出ればいいんですか。変わったんだ。変わったんだ。ここ指差し。これね。これ、ね。清流大橋まで。あ、清流大橋までが完全なキャッチャーのリリース区間に変更と。はい。了解です。よろしくお願いします。原さん、ハリケーンまでここ何メートルあんね。はい。ちょっと雪白で濁ってますかね。ちょっと出てる感じだね。ね、これ邪魔？これ？これ？これ邪魔？これ足の足足足足毛流されちゃう。よし、引っ張って。よし。ここですか？上げて。はい、オッケー。うん、登っていくね。流れ入ってます？うん、泳いでる、泳いでる。あ、元気いいですね。うん。水温今何度ぐらいだろう？4度とかぐらいですかね。3度ぐらい。3度ぐらいか。でも結構元気ですね、入れた魚。いいですね、いいですね。待ってます。やってます。やってます。おお。よいしょ。行きます。
水温低いから動かないかな。あ、みんな早い放流が早い。全部取りたいんだけど。はい、お願いします。じゃあ最後撮りますか。そうです、コメントなんか告知みたいな。これ気に入れるね。いっぱいいた。流れに入ってくれ。はい、それでは2月の下旬の3月の解禁前の放流、事前放流を行ったんですけれども、今期のイカラシ側若干ね、また変更点があるそうなので、ご説明お願いします。はい、3月から解禁です。イカラシ側よろしくお願いします。キャッチ&リリース区間については、法的にもキャッチ&リリースになりましたので、何卒しっかり守っていただければ、いただけるようにお願いしたいと思っています。細かなルールについては、漁協の事務所にも置いてあるんですけれども、こちらのパンフレット、ありますので、ぜひお読みいただいて、こちら差し上げますので、ぜひこちらの方をお読みください。よろしくお願いいたします。あと、今回2月の放流終わりましたが、他にもね、シーズン合間を縫って定期的に、ね、放流があるんで、ベストシーズンに向けてね、魚溜まってる感じですよね。そうですね、魚もたくさん放流するので、ぜひともいい釣りができるように、頑張っておりますのでお願いします。イカラシ側のニジマスの釣り場っていうのも、だんだんお年を重ねてきて、だんだんね、こう釣り方のパターン、特にフライフィッシングで最初は結構手探りな感じがあったりしたんですけど、だんだん広範囲にね、いろんな場所がこういうポイントでこういう釣り方ができるっていうのがね、だんだん分かってきたんで。そうですね。で、ちょっと情報交換をね、現場でこうね、いろいろしてもらうと、またね、いろんな釣り方楽しめると思うんで。そうですね、組合員もいますし、他のところからたくさん人が来てくれるようになりましたので、いろんな地域との交流もできる川になってくれたらいいかなと思います。大森さんもフライフィッシュなんで、もし川で会うことがあったら一声ね、声かけていただくと、あれやこれやね、いろんなテクニックとか、ちょっと秘密じゃないけどいいポイントもね、教えてくれると思いますので、よろしくお願いします。ぜひそういうのはオープンでよろしくお願いします。それでは、イカラシ川漁業協同組合、頑張ってますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、もうだ、素人はね、カメラ回ってるとダメですわね。お疲れ様です。ありがとうございます。あ、これ古いやつなんですね。ここが清流大橋から相撲が合流までに変わります。